シドニー・ルメットはアメリカ合衆国の映画監督、演出家。ニューヨークを舞台に硬派な社会派映画作品を撮り続けた。リアリズムに徹した骨太な演出が特徴。女優、脚本家のジェニー・ルメットは3番目の妻・ゲールとの間に生まれた2人の娘の2人目。子役時代のルメット・シドニー・ルメットは1924年6月25日に ペンシルベニア州のフィラデルフィアで生まれた。彼の両親は、ポーランド系ユダヤ人で、イディッシュ劇場の演劇人だった。なお、父のバルークルメットは、息子が監督した、シチアと、グループの2作品に出演している。幼少の頃一家で、ニューヨークに移り住み、以後そこを拠点にすることになる。ルメットは4歳で子役として、ラジオドラマに出演。5歳で、 イディッシュ芸術劇場の舞台を踏み、10代から子役としてブロードウェイの舞台に立った。1939年には映画にも出演している。1942年にコロンビア大学に入学するが、同時に陸軍に入隊し、第二次世界大戦に従軍した。終戦後はオフブロードウェイでイーライ・オラックやユルブリンナーたちと俳優グループを結成。 このグループは後にアクターズスタジオの母体となったという。俳優活動に飽き足らなくなったルメットは、1950年代に演出家に転向する。CBS で例明期のテレビドラマの制作に手腕を発揮し、売れっ子演出家となった。この頃のルメットは5年間に約500本の作品を演出したという。テレビ局を辞めた後、1957年に、 初の劇場映画、12人の怒れる男の監督を務める。ルメットはこの作品で、ベルリン国際映画祭の金熊賞を受賞、一役人気監督の仲間入りを果たす。テレビ演出家から転じた映画監督としては草分け的存在であり、同時に非ハリウッド系の映画勢力であるニューヨーク派の騎士としての活躍が始まる。1960年代のルメットは、 夜への長い旅人や、七夜など、主に文芸作品の映画化で力を発揮した。未知への飛行は、冷戦時代における核戦争の危機の本質を鋭く描いた作品である。1970年代には、セルピコ、オリエント急行殺人事件、狼たちの午後と次々に話題作を発表、名実ともにアメリカ映画界を代表する巨匠となる。 ネットワークではゴールデングローブ賞監督賞にも輝いた。ルメットは1980年代も精力的に映画を制作するが、1990年代においてはやや制裁を欠いた。特に、グロリアは主演女優のシャロン・ストーンがゴールデン・ラズベリー賞にノミネートされるなど打作の楽輪をされ、ルメット自身も終わった監督だとみなされる。 しかし、最後の作品となった、その土曜日、7時58分では、往年の緊張感あふれる演出が復活、批評家たちからも、傑作と評価され、ルメット健在を印象付けた。ルメットは、アカデミー監督賞に4度、英国アカデミー賞監督賞に3度、カンヌ国際映画祭パルムドールに4度ノミネートされたが、これらはいずれも受賞には至らなかった。 しかし2005年には、その生涯における業績を評価され、アカデミー名誉賞を贈られた。2011年4月9日、リンパッシュのためニューヨークの自宅で死去。86歳を打つ。左から、制作年度、映画の放題、現代の順に記述する。本来はプロデューサーが受け取り人である、作品賞の受賞、ノミネートも含む。ありがとうございます。